スタンディ・キューブリック、スタンディ・キューブリック、1928年7月26日から1999年3月7日はアメリカ合衆国の映画監督。後にイギリスに移住した。開業医を営むオーストリアイコール、ハンガリー帝国に起源を持つユダヤ人の両親の長男としてニューヨークのマンハッタンで生まれる。少年時代はチェス。 ジャズに興味を持ち、特にカメラは彼の経歴の出発点となる。1941年から1945年にかけてウィリアム・ハワード・タフト高校に在籍した。高校時代の IQ は平均以上だったが、成績は平均以下だった。ニューヨーク市立大学シティカレッジに入学するが、すぐに中退している。一時はジャズドラマーを目指していたが、 当時の大統領フランクリン・ルーズベルトの死を伝える一枚の写真が写真し、ルック市1945年6月25日号に売れ、見習いカメラマンとして在籍するようになる。ルックに載った自身のホットストーリーをもとに短編ドキュメンタリー、検討試合の日を制作し、映画の道を歩み始める。この映画は3900ドルかかったが4000ドルで売れ、 この成功をきっかけに、ルック氏を退社する。1953年、親類から借金をして、初の長編劇映画、恐怖と欲望を制作するも、この映画は赤字になる。続いてキューブリックは、非常の罠を制作する。ただし、この映画も制作費を回収することはできなかった。26歳の時、同い年のジェームズ・ B ・ー・ハリスと組み、 ハリスイコールキューブリックプロダクションズを設立。s f 三部作と呼ばれる、博士の異常な愛情、または私は、いかにして心配するのを止めて、水爆を愛するようになったか、2001年宇宙の旅、時計仕掛けのオレンジの成功で、世界の批評家から映像作家としての才能を認知される。12年ぶりの監督作品となった、アイズワイドシャット、原作は、 シュニッツラーの夢小説の完成後、公開を待たずに、ハートフォードシャーの自宅で心臓発作で死去。70歳であった。キューブリックの死は、監督作品、アイズ・ワイド・シャットの死者会5日後のことだった。アイズ・ワイド・シャットと同時期から企画を温めていた AI は、二千一年にスティーブン・スピルバーグが、そのトリートメントを元に脚本を完成させ、制作。 公開された。映画監督を目指した理由として、今の奴ら、現役の監督たちよりはうまく取れる自信があったからだ、と発言している。初期の頃より、監督のみならず映画制作全般にわたり、すべてを掌握する姿勢を取り続けた。完全主義者と言われ、特に晩年は、映画制作に時間がかかることでも、有名だった。博士の異常な愛情以降の脚本。 編集、選曲のいずれも独特なセンスとキレがあり、自作の公開に関して、上映の劇場の地理的状況から、上映システムに至るまでコントロールしようと努めている。日本での公開では、字幕の翻訳も、再英訳を交閲する方法で監修した。よく動くカメラ、大画面で深い奥行きの出る広角レンズの使用、時計仕掛けのオレンジ以降のカラー作品では、 自然光を利用した、あるいは自然光を模した照明も、特徴で、自信並みの映画撮影者より、はるかに安定した手持ち撮影ができた。また作品中の恐怖演出として、陰影を強く演出した上で、上目使いで画面を睨みつけるという役者の演技がある。この手法を映画評論家のロジャー・イーバートは、キューブリック業種、キューブリックステアと名付けた。 写真雑誌の見習いカメラマン時代に数多くの映画を見て過ごし、セルゲイ・エーゼンシテイン、チャールズ・チャップリンから影響を受ける。キューブリック自身はどちらかを選ばなければならないとしたら、チャップリンだとコメントしている。キューブリックは映画、スパルタカスの大成功をきっかけに有名監督になるが、その後のインタビューで、私の意見は、カーク・ダグラス、イコール制作責任者にとって、 多くの意見の一つに過ぎなかと述べるなどして、最終決定権が監督ではなく、スタジオやプロデューサーが握るハリウッドメジャーの制作システムにあるとして、これをたびたび批判している。これに懲りて、以降の作品では制作も自身が行うようになり、アメリカの映画システムと決別して、イギリスへ渡り、アメリカの会社の資本のもとで独自に映画制作を続けることになる。 博士の異常な愛情以後は他人の脚本で映画作りをすることはなかった。その後、キューブリックはスパルタカスについてインタビューなどで自らの功績を誇示し関係者の反感を買った。特に突撃、スパルタカスの制作者としてキューブリックに活躍状を与えたダグラスは手腕を買っていたのに完成後、自分を貶める発言を繰り返すキューブリックに我慢ならず。 自伝の中で、キューブリックは、才能のあるクソタレだ、アタランテットシットと、その監督手腕は認めつつも、人柄には疑問を投げかけている。キューブリックが最もこだわっていた企画が、ナポレオンで2001年宇宙の旅の次回作として、制作も決定し、脚本も完成し、撮影を残すのみとなっていた。ところが先に公開された、ワーテルローが工業的に失敗し、 ナポレオンの出資者が引き上げたために制作中止に追い込まれた。他にホロコーストをテーマにしたアーリアンペーパーズ原作は50年間の嘘という企画も脚本の執筆中にスピルバーグのシンドラーのリストが公開されたためキューブリックの前作フルメタルジャケットがプラトンと何かと比較され大ヒットとオスカー受賞のチャンスを一した経験から制作中止を決めた。 プラトーンはフルメタルジャケットより先に公開された。自身は飛行機の免許を持ち操縦経験もあったが、操縦中に事故を起こしかけた経験と、墜落事故に巻き込まれた知人のカメラマンの焼け焦げたカメラを見て以来、ジェット機の旅行を極度に嫌ったため、プロモーションなどでの来日経験はなく、カンヌなどの映画祭に出席したという記録もない。 さらにロケが必要な映画なども、スペインロケのスパルタカスやアイルランドロケのバリーリンドン以外はあまり遠くでロケをすることはなく、ベトナム戦争映画、フルメタルジャケットの笛のシーンもロンドン近辺の工場跡を使い、輸入してきたヤシを植えて撮影し、ニューヨークが舞台のアイズワイドシャットもそのシーンウォークをロンドン近郊の大規模なスタジオ撮影で制作している。 仕事以外では自宅を一歩も出ない引きこもり人生というのは多少誇張された表現だが、執筆を依頼した脚本家、ほとんどは作家を本業にしているや脚本を読んでほしい、映画会社の重役、デニス・ミューレン、ジェームズ・キャメロンなど資格効果についてのアドバイスを求めた映画人をロンドン郊外の邸宅に招いたのは事実である。またいくつかの文房具店があったが、名前に気づかれ、 店員に話しかけられることがないよう、クレジットカードではなく現金で購入していたという、ドキュメンタリー映画、スタンディ・キューリックの箱。スティーブン・スピルバーグとは特に親交が深く、AI についての打ち合わせのために、スピルバーグが自家用機で向かい、キューブリック邸のキッチンで話し合ったことがあり、それ以外は電話かファックスでやり取りをしていた。イギリス英語による発音、九十。 ブリックに基づく、キューブリックのナ表記が定着しているが、かつては、カブリック、クーブリックとも表記されていた。各種のインタビューによる限り最も、アメリカ英語による発音、KU、ブリックに近い、クーブリック表記の提唱者は、アーサー・シー・クラーク著、失われた宇宙の旅2001の、役者跡が秋に明記されているように翻訳家の意図を、ノリオであり、その意向を受けた。 月刊、ストログし、鶴本ルーム版が今日からクーブリックと予防というキャンペーンを展開。以後、同志ではクーブリック表記を使用することになったため、SF ファンを中心にクーブリック表記が広まった経緯がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。